い、知られざる VHS の作品を取り扱っている、カセット館の、はい、後藤さんですけれども、はい、今回はいかなる作品でしょうか。はい、はい、今回はですね、はい、ちょっと中ではちょっと若干セクシーな作品となっておりまして、はい、若干ちょっとジャケットも全部はお見せできないのは全部見せない、タイトルですね、一部のジャケット、はいはい、こちらですね、はい、隣の女子高生、はいはい、何でしょうね、隣の女子高生。隣の女子高生、隣の女子高生がいるっていう。どうなんですかね、隣のトトロみたいな感じなんですかね。はい、ねえ、はい。キャッチコピーというか、はい、煽り文句、セーラー服に隠された危険な誘惑っていうのが書いてあるんですけれども、内容的にはですね、はい、一旦ちょっとこちら、まあ、簡単に読み上げますけど、はい、盗撮ビデオの撮影を受けよう男が夜の街でファインダーの中に見つけたセーラー服の少女ですね。で、ある夜、彼は、裏道で男に抱かれている少女、相手の目をカッターで切り裂く場面を目撃してしまうと。うん、はい。で、こちらはですね、姉がトラウマを持ってまして、それに伝染された妹が犯罪を繰り返していたと。で、両面を切り裂くセーラー服の少女と異質な過去を持つ姉、そしてその姉の過去を知る男を描いたエロティックサスペンスという。これなんか俺、そういう内容です。見たことあるな、これ、映画で。はい、あの盗撮リポート陰謝っていう映画で、全然タイトル違うね、はい、あの佐藤久志監督の映画で、要するにほら、あの違う人のトラウマが、あのインプリンティングされちゃって、はい、変わって無差別殺人をしているっていう、はい、そういうあの映画ですよね。そうですね、うん、劇場公開作品でこう書いてあるんですけれども、うん、当時はそういうタイトルで、まあ、ピンク映画ですねとして公開されたものが、うんうん、ちょっとこう編集されてタイトルも変えて、まあ、このビデオになってる。だからあれですよ、僕もこの作品見てますけど、ここのジャケットに写ってるこの女子高生の方、これ出てこないですね。この人は出てこない。これはジャケット用の取り下ろしなんですよね。誰なんだっていう感じで、ね、誰なんだっていうね、そう感じ。この人は隣の女子高生なのか分かりませんけれど、はい、ですけどね、これはなんでこう伏せてるのかっていうと、ここはちょっとねパンチラになってるちょっとあんまりね、あの YouTube の倫理上なかなかあれなので捨ててるというですね、ことなんですけれども、まあ、隣の女子高生、はい、タイトルだけは、ね、はい、まあ、まだ大丈夫でしょうと、はい、隣の女子高生はいるだけなんでね、そうそうそう、タイトルだけだからそのものなんですからね、電車乗ったら、ね、隣の女子高生 でも本当は隣の女子高生は目を裂かれちゃうっていうね、そう映画なんですけど、とんでもない、これもだからサイコサスペンス的な映画ですね、はい、そうですね、これも年は書いてないか、でも90年代どっかですよね、うん、佐藤さん全盛だった時ですね、そうです、ね、そうで す、 うです、連作してた時でね、サイコサスペンスものが多かった監督さんですからね、はい、これ、キラさん当時映画館でそのピンクバージョンというか見ました、見ました、どこでご覧になりました。いや、ピンク映画館ですよ。あ、そう、場所といいますか、その場所は上野か新宿か、まあ、はい、あのピンク映画館多かったですかね、この頃まだ ね、 ね、だから新宿も国際なんどこで見たか分かんないぐらいいろんなところに行って見ましたね、はい、うん、なんか最初ね、盗撮してるシーンが、盗撮してないですよ。あの盗撮という設定で撮ってるわけで、本当に盗撮したら大変ですけれども、あの、盗撮してるという想定で、あの、モノクロみたいな感じのファインダー越しの風景が結構長いんですね、この映画ね。あ、そうです。最初ね、5分か10分ぐらいあるんですよ。うん、で、なんだこりゃとか思うんだけど、だん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 ストーリーが始まっていくとね、うん、こう、なんか食い入るように見るような映画になってたと思いますけどね。そうですね。うん、だからこれ、まあ、ちょっとピンク映画ではありますので、まあ、一致のシーンとかあるんですけれども、うん、まあ、それよりはやっぱり結構バイオレンスというか、うん、そういうサスペンスとかミステリーが、まあ、主題といいますか、うん、やっぱまあ、基本的に佐藤さんの、まあ、作品、そういう感じですけれども、うん、まあ、これもその一本ですよね。うん、うん、結構佐藤さんの作品ね、やっぱりなかなかあのこういう風にビデオが出てる方が珍しかったりとかするので、うん、もう普通に出てない作品が平気でありますからね。佐藤さんはね、あの僕は個人的にはピンクで、あの量産してた時が一番作品としてはやっぱり好きだし、うん、なんかそう言われてますね、自分自身が、監督自身がやっぱりこういろいろ切り裂いてやる、世の中切り裂いてやるみたいなね、そういう必ずね、最後にね、なんかね、ファッとかね、あのね、要するに観客ね、はい、映画を見てる観客に対してバッと切りつけて、刃物でピッと切りつけて終わりとかね、バッと切りつけてエンドとかね、そういうのをプツンと終わるんですよ、そこでね。それでね、あの得意技がね、砂嵐、ピンってなって砂嵐バーッとか、なんかビデオ撮るみたいな、ピッと終わりみたいなね、そういう展開があって、これすごい好きだったんですよ。で、
だけど今割と遡って見れる V シネになってからの作品とか、はい、劇場公開した作品っていうのは、もう佐藤さんがもうちょっと成熟して大人になった観点で作ってて、まあ、それはそれで面白いんですけど、やっぱりこう量産機のね、はい、本当にね、もう無差別させしながら作ってるみたいなね、いや別に本当に殺してないですけど、好きでしたね。そうだ、僕劇場デビュー作 の、 シナリオ台が狂った触覚、はい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 、A 台が激アイロリータミツロでした、はいはい、あれ未だに見てないんですよ。あれは面白いですよ。見たいと思ってるんですけど、だってあれですよ、確かセックスピストルズなんかマイウェイかなんか勝手に使ってるんですよ。それが NG でなかなか、そうなかなかっていうか、もう多分劇場かけられない、あれでちょっとソフト化されない映画でね、なかなか難しいっていうやつですけど、うん、でもそれがやっぱあれですよね、一番名作って言ってる人も多い、うん、だからね、女の人をその強姦して殺してね、うん、それで袋に詰めてね、朝ゴミ捨て場に捨てちゃうっていうね、そういうひどい殺人鬼と少女の純愛でね、最後その少女をまた殺してしまって、それでこう袋をね担いで歩いてるんですよ。でその姿をね、佐藤監督はね、これは俺が上京した時の気持ちだと監督が言って、なんか言って、なんかね、いやすごいすごい、なんかやっぱりこういう映画作る人の頭の中って違うんだなと思って、一瞬感銘を覚えた記憶がありますけどね。ゲリラ撮影とかも平気でバンバンあれですよね。そう。新宿ってやっぱ都会派的な感じのあれでもあるんですよ。超ロングで、女優さんが、いていきなり脱いだりするんですよ。でもそれは、周りに全然スタッフとかいないんですよ。ものすごく離れたところから撮ってるだけだから、もう本当にゲリラ的なんですよ。これ今あんなんできないんじゃないか。まあ即逮捕でしょうね。即を警官、当時も、最近ね、すごくね、厳しいのはね、例えば裸の女の人を、例えば外につけてあるトランクに部屋から運ぶっていうシーンも、その程度のことでももう今ダメなんだって。で、逆に言うと AV よりも映画の方がまだそれは完全に見えないようにやるんですよ、撮影の、で映画の方がまだそういうためのシーンだからって AV なんかでも逆に一切そんなのできないらしいですよ。かなり厳しくなってるみたいですよね、はいはいはい、当時とかその時撮ることがなんとかくぐり抜けたとしても、うん、それを作品で販売したらもうアウトってことになるんですよね、うん、取り締まりになっちゃうかもしれないですよね、うん、あ難しいですね。だから90年代とか別にエロとかじゃないですけど、スノシオン監督もね、よく新宿のところの歩行者天国とかで平気でゲリラ撮影とかやってましたけど、うん、まあもう無理なんでしょうね、うん、監視カメラとか今いくらところありますか。ね、前はね、撮ったもん勝ちだったんですよ、うん、その時に捕まらなければよかったんだけど、今ダメなんですよね、後々からね、いろいろね、問題になるような時代になってしまったんですよね、はい、うん、なかなか世知辛いですね、うん、まあ、でもこの佐藤さんの作品にちょっと話を戻すんですけれども、はい、だからやっぱこれもやっぱこういうね、サイコサペンス的な作品の一つで、だから本当にまあもう通り魔的な方になっていくっていうのが多いですよね、うん、だから最後にまあ、主人公男だったりそのヒロインというか女性だったりしますけれども、まあ大体最後頭おかしくなって、さっき木村さんが言ったようにベッてやってこれね、て面白いのはね、要するにね、2世代の話になってる姉妹のね、お姉ちゃんの方にはちゃんとね、トラウマになった理由があるんですよ。うん、で、それで世間への、復讐になっているんだけれども、それを、刷り込まれた妹っていうのは、別に彼女自身には何のトラウマもないし、誰かにひどいことされたわけでもないんですよ。で、お姉ちゃんの代は、あれですよね、男の子と仲良くなって、男の子と屋上で倒れてる時に集団レイプされちゃうんですよね、うん、女の子がね。それで、男の子がそれをただ見ているしかなかったって、まあ、それをカメラで撮るということでしかね、自分の、彼女ひどいことされてるんだけど、それをカメラで撮るということでしか、世界に参加できない悲しい存在で、でもその2人がお互いの目をね、ババって切り合って、はい、心中して死んでしまうというところで、その2人の過去は消化されて、そこのドラマ終わるんですよね。ところが、その人たちのドラマは終わるんだけど、妹は、そんなトラウマなんか何もなくて、ただ、刷り込まれただけの妹が、最後、街に立って、うん、関係ない人はピッピッとか言って、終わりみたいな、うん。そういう映画ですよね。そうですね。だから、その妹の方はもう、全く、何のドラマもなく、ただ、
あのそこがね、あの二段構えの話になってるのが面白い話だなと思ってましたけどね。人妻コレクターでしたっけ、なんか、うんうん、あの、あれも姉妹の話で、なんか、ああ、そうですね。お姉ちゃんが、その、襲われて、死んじゃって、うん、で、妹が、なんか、犯人を復讐するために、なんか、タクシー運転手やって、それ違いましたね。ああ、そうそう、ありました、ありました。ありましたよね。うん、はい。タクシー、流しのタクシー運転手やって、うん、で、拳銃どっかから手に入れて、うん、で、なんか、その、復讐の相手を一つ始末していくっていう、話的にはめちゃくちゃなんですけども、うん、そういうのもありました。あ、結構姉妹の話が多いですよね。そうそう、はい、関係なかったり、身近の人の、怒りとか、はい、うん、まあ要するに多分あの人間が生まれてくるときに母体から引き離されて、うん、その瞬間の衝撃トラウマっていうのは多分誰もが本当は潜在感にあって、うん、それを誰かが引き金になって引きずり出された人が殺人鬼になっていくと、はい、だから誰もが殺人鬼になる可能性があるというのが、うん、まあ、あの佐藤久弥さんの映画ですよね。そうですね、うん、あとあのこの作品は結構その、まあ、当時のピンクのものを一応オリジナルビデオとしてちょっと、うん、まあ、生まれ変わらせた作品なんですけれども、うんうん、まあ、そのままピンク映画として18禁で出しているビデオもありますし、あと AV みたいな扱いで出しているものもあるんですね、うん、なんだっけ、劇場のタイトル名がちょっと出てこないんですけれども、シナリオのタイトルがギミーシェルターというタイトルのご覧になっていると思います、うんうん、一家の中でなんか殺し合いとかになって最後みんな自殺しちゃうみたいな。はいはいはい、ありましたね。そうそうそう、それで、このね、シナリオ書いてあるね、はい、あの渡さんっていう人がね、役者としても出てきて、それがね、渡さんが一人引きこもってるんですよ、うん、それで他の家族が全員あの狂ってお互い殺し合ったりして死んだ後に、渡さんが自分で自分を殴って自殺して死ぬんですよね、はい、うん、エロティックなんとかでしたっけ、なエキサイティングエロ、そう、エキサイティングエロ熱い肌っていう映画で、そうそうそう、で最後渡さんがパンクロックをバックにボカ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 とか言ってそれで死んじゃっての終わりっていう映画でしたね。あれも大好きですよ、あれ面白いなと思って。ビデオ出てるんですよ。あ、出てるんですけど、ただあれに主演というかした非正なんとかっていう女優さんですね、うん、その人のタイトルで非正なんとか魔性のなんとかっていう普通の AV みたいな感じ、うん、あ、そうなんだ。ピンク映画とかですらなく、もうその単体の企画の AV みたいな形で、俺出てるの知らなかった。だから本当にレア でなかなか、だから本当なくて、あの、はい、エキサイティング全然探してるんですけど未だに見つからない。エロとね、はい、あとあのなんだよ、タイトル忘れたけど、あのね、あの暴力をね受けたりするとね痛いじゃないですか、普通。だからある薬をね、天才少年が、はい、あの発明して、その薬を飲むとね、あの暴力を受けたりね、痛いと気持ちよくなるわけ。それでね、もうあの気持ちいいからみんなで殺し合って、みんな死んで終わるみたいな映画があったんですよ。はい、あれ、名役、あれしてるだから、そうそう、名役としてリメイクされたの。そう、リメイクを見たら、安倍貞夫さんが出てる。でもね、リメイクより最初のやつの方が面白いんですよ。最初の見てないんですよ。ストレートで。リメイクは見たんですけどね。うん、それと、エキサイティングエロ当て肌っていうのは、はい、ものすごく二大大好き作品ですね。うん、それ、劇場っていうか行ってるんですね。見ました、見ました。結構前、もう10年ぐらい前に、確かアテネフランセがなんかで、そういう、特集上映みたいなやったことあるんですけど、そんなに行かなかったので、全然ね。あとね、アップリンクで僕は日報エロティクスっていうのを監修したことあった、はい、DVD で、あの時ね、秘密の花園っていうのをね、はいはい、出してもらったんですよ。秘密の花園は僕も、あれは DVD 出てますからね。うん、あれはね、はい、コンテナにね、同じ人を閉じ込めて殺して、ね、小便をかけてるっていうね、そう、とんでもない、そういうひどい、犯人がなんか緑色の靴下履いてるんですよね。そうそれを覚えてます、うん、あれは非常に傑作でね、はい、あれはロリータバイブゼミっていうタイトル、ね、そうロリータバイブゼミ、あれはあの DVD にね、したんですけどね、ロリータは出てこないですけどね、うん、別に、うん、でもエキサイティングエルとね、もう一つのやつをね、ソフトになってないなと思ったけど、なってるんですね。そう、なってるんですよ。実はね、実は別の形で、ね、なってるけど、めちゃくちゃレアなので、全然未だに物を探して手に入らないっていう。だから結構ね、佐藤監督作品はまだまだ掘ってもね、掘り尽くせないんですよね。その中で、これは結構、まあ、比較的まだ、まあ、見やすいというか、一応、はい、出回ってるそうなんです。これはね、
割と佐藤さんの映画の中ではきちんとストーリーとして構成されてるやつだから、青春映画としても見れるしね、そういった意味で、ちゃんとこういうオリジナルビデオとして、再版というか再リリースするで、選ばれたっていうのもあるんでしょうね、そんなわけわかんなくないっていう、わけわかるストーリーとわけわかんない人の二段構えになってるお話ですからねこれはね、はい、ということで、これもカセットガンで使ってるんですか？はい、これも結構変えられてる作品になってますね。はい、じゃあご興味のある方はぜひということで、はい、ありがとうございます。はい。